タルな共産党。おーい、どうですか。ものすごいですね。はい、ありがとうございます。メーネーさんスペシャル、はい、お買い上げありがとうございます。ということで、はい。はい、ガーデン Z イベント定例会お疲れ様でした。セントさんは今日ゲストじゃないけどゲストみたいな感じでしたよね。はい、ありがたかったですけど、はい、じゃあ今日も普通に遊ばせていただきました。まあ今日は普通に遊んだだけなんですけど、はい、感想お願いします。はい、まあ、ガーデン Z さん、メイネーさんイベント行われたわけですけども、まあ、今回で3回目ですかね。はい、その他のガードガード Z さんが見させていただいてるんですけども、やっぱ通常のフィールドとは違う、ダージもしか、まあ、参加していただいた方には分かるんですけども、まあ、腰がやられるぐらいのですね、腰足がやられるぐらいの、やられた。まあ、逆に言うと、普通の定例会ではちょっとね、物足りないと感じてきた、で、ちょっとね、経験者の方からね、ピリッとしたら違うフィールドを楽しみたいという形であれば、ガードに出たのは非常に一押しかなと。私、毎日来たりすると、腰がぶっ壊れてほどほどにという感じになります。まあ、慣れてる方は本当にもう飛ぶように、崖を登っている方、鹿のようにですね、登っている方いらっしゃいますけれども。僕も3回来てるから、だいぶ慣れては来たけどね。まあ、やっぱりでも、きついはきついですね。やっぱりきつい。まあ、安全にだいぶ楽に登れるようになってきましたけども、どうしてもスピードとかね、変わってくると、やっぱり、プロとの方にね、慣れてる方とか、かなわないところありますけども。そういえば、前来た時なんか滑りにくくなって、なんか道が整備されてるのかな。いや、踏み固められてる可能性はありますけども。なんか階段っぽくなってましたよね。はい、まあ、でも、その際はこのね、スパイクとかいろんなアイテムを使ったりとかしてね。あ、ここスパイクがあるといいですね。はい、だいぶ楽にはなりますけども。はい、ぜひとも、ガーデン Z さんで面白いフィールドさんでございますので。うん、おすすめです。あるフィールドですので、ぜひ遊びに来ていただけると思いますので、よろしくお願いします。はい。また、メーレさん来ますよね。まあ、おそらくもう定期的に。メーレさんが来るときがおすすめです。はい、みんなで、ね、わちゃわちゃ遊びます。はい、ご60人ですね。はい。おすすめでございます。お疲れ様でした。はい、で、セントさんは、なんか、今後のイベント告知を。はい、ありがとうございます。そして、来月ですね、10月の22日ですね、初めて関西の方ので、遠征という形で、エアクキ祭り in 関西。サバゲー様の方で行う予定でございます。はい。エアコキ祭りでございますので、エアコキオンリーという形で、電動が禁止と、エアコキのみといった、縛りの貸し切りでございます。で、今回、3分の1ほどですね、エアコキハンドガンオンリーのゲームを加えておりましてですね、まあ、エアコキハンドガンもやっぱ楽しいのでね、エアコキオンリープラスエアコキハンドガンオンリーなどもね、入り混じるのでね、楽しいエアコキオンリー会にしたいなというふうに思っております。はい、プレゼント用のバネはまだありますか。プレゼント用のバネはおかげさまでございますので今日は持ってきてなかったんだけど、はい、はい、またじゃあ関西で、はい、ある分配っちゃってください。ありがとうございます。また、次会う時にはまた持ってきますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あとはですね、12月、はい、そうですね、12月の17日でございますね。ちょっと近々にツイプラは立てる予定ではあるんですけども、はい、場所どこなんですか。はい、エッジ様ですね。あ、そっか。はい、12月17日エコキ祭りの2周年記念イベント開催でございます。いや、楽しみだ。現状のゲスト様ですね、ミッキーちゃん、そして復活の一夜さん、はい、そして、今人気爆発中の、ね、スイーツ番長のですね、ミフィーさん、3名お呼びしたと。はい、でさらにはですね、今頼んでるんですけど、ミッキーちゃんデザインの2周年記念パッチを制作予定と。それを参加者の全員にと、いう形で、もうオシャンティーな原宿にもつけていけるような手こぎ祭りパッチをですね、制作を考えております。手こぎ大丈夫なんですか。原宿でもつけていくような感じの、ちょっとオシャンティーな感じで、オシャンティーな手こぎですか。うまく使っていただくような感じにしますので、そこはちょっと期待していただければという形で、期待してます。はい、はいはい、ではありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、楽しかったです。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。イベント定例会お疲れ様です。楽しかったです。ハンドガンだけでもたくさんヒット取れました。あ、今日何使ってたんでしたっけ。カーボネートの、あ、そっかそっか、ファーストモデルをカスタムして使ってました。じゃあ相当走り回ったんですね。
そうでもないですよ。最後の5分だけとかみんな行かないからしょうがないみたいな。水曜日ぐらい筋肉痛じゃないですか。ですね。年であんで、あさってぐらいが、あさってしあさってが。わあ、なんか、もうそろそろいっぱいしたな。夜中に筋肉痛、こむら返りとか嫌ですね。それだけがもう心配です。サバゲの後、ちゃんと温泉に行って、体を温めておけば大丈夫。そうですね。多分ね。気持ちいいしね、さっぱりして。汗びっしょりだし。そう、汗びっしょりだからな。今日どこ、今日も温泉に行こう。まあそれはいいとして、じゃあまた、またバラライカ、はい、行けるとき行きます。女の子連れてきます。はい、ケンさんお疲れ様でした。どんな感じでしたか今日は。てかケンさんってガーデン Z よく来るんですか。初めてです。どうここきついっしょ。いや、うちの山の方がまだ楽でしょ。基本俺山強いから平気。ああ足腰強いからね。もともと 山で遊んでる人だから。でね、飛ぶからね、そんなに走り回んなくても、今日どんだけ後ろにこもれるかだから、今日はあの流速 すごかったな、端まで届いて、俺のやっぱそこまで届かないのでね、俺もケンさんの授業使おうかな。でもあればっか使ってるとゲームが面白くなくなっちゃうかも。あ、特別仕様いますか。俺はハンデがあるぐらいでいいんだ。お姉さんはどうでした。いや、まだサバゲ3回目なんで。で結局今日はヒットは取れたの。ヒット多分何回か、最後の方に1回取ってたはず、お、やったじゃん。ケンさんと最後の方に、最後のゲームじゃないか、1個前のゲームか、あと1個前のハンバーガーヒルで無限復活ガンガンしてくるから、バンバン打ちまくってました。手前で隠れて打ってたから相当ヒットを取れてるはずです。わかんないですけど。じゃあね、12月に手こき祭りって言ってエアコキハンドガン限定戦があるので、あれ楽しいからぜひ。これエアコキ引けないやつですね。あ、じゃあ俺が引けるやつ作る。女の子でもできるやつ。来れたらで。12月17日来れたら。よろしくお願いします。じゃあ今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。今日はガーデンZさんにやってまいりました。めいちゃんが、ゲストということでね、遊びに来させていただきましたけれども、はい、ね、とてもやっぱりまだ全部全容を何回も来てるのに把握できなくて、今回初めてあっちの奥の方の、初めてで感じを見させてもらって、まだ全体を把握しておりません。また来ないですね。だからまた来て、ね、少しずつ知っていこうかなと思っております。次はベトナム戦の時はちょっと前に出てみよう。そうですね、もうちょっと前に出ていくような戦い方をしたいかなと思ったんだけど、ね、今回守りにずっと入ってたので30分ね、30分楽しいひとときだった。俺はあとはですね、めいちゃんね、いつも遠くからありがとう、来てくれてありがとうございます。お疲れ様です。また来てね。また、遊ぼうね、またイチャイチャしようね。また来るときは来ます。じゃあ、えんちゃんはあれ、うち来てね。また行きますので、ちょっと勉強しに行きますので。よろしくお願いします。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ナウシカさん、お疲れ様です。まあ、ここはね、ホームフィールドだから。ホームフィールドナウシカさんはもうここまでね楽勝だと思うんだけど、はい、どうでしたか今日は。いや、なかなか大変ですね。でも大体予想通りでしたね、ほとんど動きが。で、あれだね、なんか いっぱい協賛してたよね、ナウシカさん。そうですね。ありがとうございます。俺は何も当たんなかったけど。あ、そうだったんですね。ずっと動画撮ってたし。あ、そうだったんですね。まあ、また次どんな感じですか。次ですか。次はマットサバゲーとジェロニモですね、来月は。ま、え、来月あんのマットサバ。あ、そうですね、別々のイベントに行ってます。あとまた11月の5日にメイさんのリボルバー出記祭に行きます。俺も行く。あ、次じゃあ次お願いします。行きます。よろしくお願いします。あとは12月手こき祭りだね。あ、12月手こき祭りあるんですね。あるある、17日2周年記念。あ、17日ですか。ちょっとツイッターとか確認して日程で次第お知らせ参加するできれば、はい、
じゃあその時はよろしくお願いします。ありがとうございました。あとやっぱりメインさんとかまたガーチャージで来てみたい。うんね、来て来て来てほしいですね。はい、また来て。ああ来てほしくて素顔が。そうですね。はい、はい、ケンジさんお疲れ様です。今日はね、あのでっかい恐竜ビッグモーター敵からも味方からももう邪魔だったから、ね、邪魔ですよ。お邪魔ぴょと存在ですよ。敵がいるのに恐竜がみたいな。私はもうど邪魔邪魔ものっすね。まあ楽しかったですよ。お邪魔させたっすよ、うん、また、はい、またここでやるときはよろしくお願いします。お疲れ様でした。ビッグモーターをよろしく。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。自己紹介と騒ぎ歴みたいなのをちょっと軽く。あ、じゃあこちらからどうぞ。あの、なんで？ご夫婦ですか？いや違います。どうこや何回やんの？どういうサバゲー仲間です。友達です、ね。サバゲー仲間で、まあ、漫才コンビみたいなもんです。私は Twitter ネームがミリって言います。はい、ミリアットポンコツ初心者でやっております。で、6月の17それぐらい、ね、今年の6月の17かなんかぐらいに、見盛りでデビューしたばっかりで、まだ3ヶ月ちょっとなんですけど、今日が11回目の、そんなやってんの？サバゲーです。すげえ。はい、もうドハマりして沼にはめられました。俺のせいですね。はい、バトンタッチします。お兄さんは長いんですか？あ、私はあの歴長い。ちょっとブランク空いてたんですけども、同じ6月に復帰しまして、はい、ツイッターネームジンでやらせてもらってます。ジンさん。はい。あの昔っていつ頃やってたんですか？もうどれぐらいだ、10年ぐらい前。じゃあ規制がない頃。あ、そうです、規制がない頃から。どんな銃使ってたんですか？あのちょっとピーが入れたいんですけど、あの、うん、ちょっとめり込んじゃうぐらいの。あ、はい、そうなんだ。そうですね、それで痛い思いをさせたし、したしっていう、うん、でもう普通にやめてしまって、うん、でもう装備とかも全部人にあげちゃったり捨てちゃったりした中で、うん、またするっていうんで復帰してまいりました今年。今ねもう一ジュールだったら女の子でもね、あの血とか出ないからね。そうです、そうです。あ、私あの耳被弾して2カ所あの血出てます。いや、すでにやってます。あのここガードするやつじゃないと耳の中に入ったりしたら大変だから、ね、ですね。もうでも当たってなんぼなんで、はい、女の人は顔は全部守んないと。あ、もう全然未だにここにあの跡残ってます。見ていただいてね、分かったと思うんですけど、 あそこの網くぐるとあの性別関係なく突撃しちゃう。でもねあれ、はい、歯割ってる人結構いるから。あ、うん、はい、守ってます。口は、うん、まあ、あのいろいろ教えてもらってる師匠みたいなもんです。これからもいろんなところで見かけると思うんですが、はい、チームよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はありがとうございます。はい。いろいろ教えてくださったらまた講習できることは、まあ、また講習できることは、まあ、お願いいたします。偉そうだな。勝手に撮ってしまう。偉そうだな。YouTube 用に撮らせてもらって大丈夫ですか？大丈夫です。じゃあ一言自己紹介と名姉さんへの熱い思いを一言で。難しいな。はい、3、2、1。はい、はい、どうもこんにちは、カルドラと申します。普段、まあ、ゲームとかやってる、まあ、ダラダラやってる社会人ですけど、まあまあ、楽しく、まあ、仲間たちと騒ぎをやっております。まあ、ねえさんに私は本当にその2回目はお会いするのは2回目くらいなんですけど、いいんだよ。まあ、楽しく、まあ、やらされて、また次回もお会いしたいですね。まあ、次も頑張ります。ありがとうございます。はい、はい、ヒロくんですね。ツイッターではその名前でやってるんですけど、たまたまその名前になっただけで特にないです。メニューさんはなんかなんとなく楽しんできました。はい、またお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。YouTube からやってます。やってねえよ。はい、フィールドオーナーのチェアマンさんです。はい、
こんばんは。今日はですね、一日、熊沢さんはじめですね、本当皆さんですね、ゲストの皆さん、本当お疲れ様でした。今日ね、なんとなくですね、気候が秋の風吹いてきてね、なかなかね、フィールドコンディションもね、ちょっと悪くて皆さんに迷惑かけちゃったんですけど、気候がちょっと涼しくてね、なかなかいい感じで、一日終わりました。本当にですね、今日は皆さん大勢の方来ていただいてね、遠方より来ていただきましたんで、本当にありがとうございます。はい。GTF 熊沢。昨日ね、お昼頃までずっと降ってて、でお昼過ぎて霧雨になって、ちょっと半ば諦めたんですよね。これちょっとまずいなと思って。ちょっと焦りましたね昨日。焦りましたよ本当に。まあ、今日ね。降らなくてよかった。本当にその通りですよ、ね、だからなんとなくね、ちょっと危うんでたんだけど、結局最終的にね、皆さん晴れ男晴れ女が多いんでバッチリ晴れてくれたんで、最高のイベントで終わりました。ありがとうございます。よかったです。ありがとうございました。またあれですか、メーデーさんのイベント定例会は今後も。そうですね、12月の3日の日に、うち第3回の軽自動車じゃんけんプレゼントってのがあるんですよ。 あれに来ていただいて、メーデーさんとじゃんけんして、それで軽自動車、そうなんです、ゲットしてもらおうかなと思って。12月3日 ?3 日ですね、日曜日ですね。外人さんも、どこだったっけな、スウェーデンだったっけな、外人軍団も来ますね。外人軍団、外人軍団来ますね。サバゲーシン、サバゲーシンですね。アメリカ人じゃないです、北欧の人ですね、なんかね、楽しみ、はい、ではお疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様でした。失礼します。妖怪パコパコハメ太郎さんじゃない？あ、今あの名前は変えましたけど。なんだ、なかなか難しいですよね。ここはよく来るんですか？ここは来たのは、最後に来たのが今年の5月あたり、もう確か、まあその時もあのメーデーさんのイベントで、ああ前回、前回の、あれ前回あれじゃん、KG9、KG9持ってて俺が撮らせてもらった、ああそうそうそう、あの時だ、はい。まあ、今回もう KG9 は外せないですよ。あのなんだかんだ使いやすいんでこれ。うん、だってセミオートないんでしょ？あ、これセミオートないですよ。フルオートオンリーです。まあ、やっぱりメネさんのファンで、メネさんの時だけ来てる感じですか？俺はそんな感じになっちゃってますよね。俺もそんな感じになっちゃってます。はい、クッション、お疲れ様です。すごいです。今日も楽しかったね。あっという間だったね。早かったですね、なんだかんだって。あれ、ベトナムの時どうしてたんだっけ？あ、ベトナムの時さ、一応中腹にありましたよ。敵のとこまで行った？いや、行かない行かないですね。今回はちょっと初心者多かったんで、ケツ押しですね。だから、撤退戦ばっかりやってました。フラッグ戦はまあハンバーガーヒルだったらまあど真ん中にいましたけど、敵戦の。ああ知ってるよ。開始1分ぐらいかな、あそこに着いたの。終わったかと思った一瞬。いや、あれ判定微妙だったんですよ。刺した後に、手離した後に当たってるんで、どっちか分かんないしっていう。ああ、じゃあ終わってたっちゃ終わってたのか。そうなんですよ、反応的に微妙だったので、まあ向こうもスタッフさんも微妙だからなんともいいよねっていう。向こうの人も話した後に当たってるから、それは気づいてないから何とも言えない状況だった。俺もきっと言うしかないし、微妙って、まあそれでも楽しかったよね。まあ楽しかったっすね、うん、楽しかったよね。オッケーです、俺オッケーです。やっぱりあれだね。あ、ごめん、電話が来た。どうぞ。はい、じゃあ今日の主役のメーデーさん、ありがとうございました。今日の締めをお願いします。締め、終わり、終わり、回さなくていいから。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあまた次はあれだね、オイルマンかな。あ、いつは次、まだ出てないと思うよ。じゃあ疲れ様でした。お疲れ様でした。気をつけて。こぼり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 、気をつけて。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。またね。SR か。サリゲーはかっこいい。
ね、あ、いろいろありがとうございました。もちろん。本当また何かあったらじゃあ。来年こそ東京ゲームショー行くぞ。ね、またマッサージやってください。フリマに場所取られなかったら。ぜひぜひ。ぜひぜひお願いします。やっと2台並びました。うさぎ先生のラパン SS と俺のラパン SS。 あれ、うさぎ先生どこ行った？うさぎ先生は、あれ、はい、じゃあもう帰るけど、最後うさぎ先生、今日の感想。あの、次回はちゃんと動く鉄砲を持ってきます。今日なんかバネカットとかしてたよね。もうレシーが初速高すぎて元気すぎて困りましたそうだそうだ。結局使えなかったの？結局もういろいろメカトラブル多すぎて使えなかった。今日は何でやってたの？ああ、今日は花丸で、はい、うん、そんな感じでした。了解です。またお疲れ様でした。まあその前にあれだね、ラパン集会。そうですね、杉間さん来れる時にどっかで、うん、4台は来れるね。ではお疲れ様でした。バイバイ。バイバイ。はい、ミモザさんです。ああ、もう暗いなお疲れ様です。お疲れ様です。まあ今日の感想いや、疲れましたけど、ものすごく楽しかったです。今日は、うん、楽しかったね。また12月にあるようだけど。はい、また、その時をお邪魔します。はい、よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。バイバイ。